マダライモリは、両性綱、優美木井森各子モリ属に分類される優衣類。スペイン北部、フランス南西部全長12から17センチメートル。体色は緑色で、黒く、不定形な斑紋が入る。種小名マルモレーティスは、大理石模様の斑紋のあるの意で、和名や英名と同義。覆面は黒く、白い斑点が点在する。繁殖期になると、 オスの背面と尾の皮膚が緑を基調に褐色の縦縞の入ったヒレ状に伸長する。また尾の側面に白い斑点が現れる。標高400メートル以下の森林を流れる河川や地上付近に生息する。夜行性で昼間は石や倒木の下等で休む。食性は肉食性で昆虫や節足動物、甲殻類、陸生の海類等を食べる。 繁殖形態は、男性で、水槽等に200から300個の卵を1個ずつ、産みつける。オスは、メスの目の前で尾を振る繁殖期には水性になり、繁殖期が終わると、再び陸生になる。リーストコンサーンペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。生息地では保護され、繁殖期のみ捕獲が許可されている。春先にかけて流通するが、年により、 流通量にはバラつきがある。飼育か繁殖個体が流通することもある。ありがとうございます。